松原市立松原中学校は大阪府松原市にある公立中学校。東京オリンピックスケートボード女子ストリートで日本人史上最年少の金メダリストとなった西谷もみじは本校に在籍。1947年の学生改革の際、松原町立中学校として開校した。当初は松原町立小学校の校舎の一部を借用していたが、 1947年6月には、松原町、阿保、旧校舎法陣地跡に移転した。さらに1948年には、松原町大和座上田217番地に移転した。1951年には、学校敷地を共用する形で、大阪府立河南高等学校定時制、松原文校が開校した。当時近隣に、公立高校がなかったという背景に基づき、 地域の生徒に高校教育の機会を与えるためとして、当時の松原町議会が誘致して開校している。中学校はさらに1956年12月、現在地に移転している。旧式地はしばらく、河南高校定時制松原文校の単独校舎として使用されていたが、同文校廃校後は松原市立第三保育所などに転用されている。スケボー女子、西屋が 岩崎京子越え日本史上最年少13歳次は16歳でパリゴリン優勝したいスポニチャス二2 0 2 1年7月27日配信ありがとうございます